はいどうもこんにちは、ジーです。皆さん新年明けましておめでとうございます。2020年もですね、2019年と変わらずに突っ走っていこうと思いますんで、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回はですね、まだ2020年リアタイはまだ1試合もやってないんで、まあ2試合やってどちらかで強制かコールドできなければ60連を引くって感じでね、やっていこうと思います。もしクリアできなければ OB 第3弾のこれをね、60連引いていこうと思います。でその前にですね、 OB 第3弾の累計があるんで、まあこれを引いていこうと思います。まあ運試しって感じですね。お願いします。まあノリさんかバースって感じでいこうと思います。さあ来い、お願いします。バース来い、バース、うわマジかいやなんかとことん運ないっすね。まあしょうがないっすね。さあ新年一発目、岩下投手か。なるほど、結構きついかもこれコールドは。さあやっていきますか。お相手の方は割と強い方ですね。結構配球に気をつけないとやられる可能性がある。もう超真剣にいきます。落ちる球を持ってきました。ボール先行です。おーっと、アップね。うまいな。やっぱりどうしようかな。結構ストライクゾーン入れていくと打たれる可能性が。いいナイス、守備範囲広いな、さすが源田さん。いい感じです。これで、まあ、0点で、やっべ、あぶね、0点でいければまあまあ次の回5点入れたらコールドなんで、だいぶ鼻声が治ってきましたね。さあ行こう。ツーシームとスプリットだよな確か。 OKOK。 さあ超絶真剣にいきます。次が2球目。よしよしよし、いいぞ。これ2試合で本当コールドできなかったら1万円がぶっ飛んでるんで、結構やばいっすよね。いやー早かった。まあ向こうは閉鎖層を狙ってると思いますから。あと普通のカーブでしたっけあれ。うわ通信か。そうですね。さあ外してくるのか。やべえ振り遅れた。うおあの高さか。いやうまいな結構、あの高さから来たか。これきついぞ。一塁牽制。おお結構ツーシーム来るな。割とスプリットで押されるかなと思ったんですけど。よしよしよし、いいぞ。2点、あと3点、まだワンアウト、チャンスは十分にある。いい感じ。ナイス。さあギータ、アーチスト4人連続かな。あー交代か。ってことはツーシームスプリット以外、あー宮西投手ね。こういう系統はうまいっすね。さあ気をつけよう。これが初球。飛んないで。あーマジか。うわあんなフライになる感じだったか。これきついな宮西投手は。オッケー。バッター有利なカウントになりました。甘い球を超追い込まれた。しっかり仕留めたいですね。そうですね。何を狙っていくか。あー飛んないで。あーマジか。うわ終わったこの試合はまずはダメでしたね。マジか。バッターボックスは4番から。そうやべ高い。いや高い高い。まあまずは負けないようにやるしかないですね。オッケーオッケー、まずワンアウト。バッターは DH バレンティン。バレンティンいいな。バレンティンめっちゃ惜しい。逆にこれで1点入れてくれたらまあ3回にチャンスがあるんですけど。さあどうだ。よしスタート、いいね。いやーなかなか打てなかったな。あんまりこれでフライか空振りか。小さく変化させました。スピードボールを持っています。これが2球目。さあどうだ、もう1球いこうかな。フラフラッとサードフライみたいな感じで。あーナイス。
とりあえずは2020年初戦突破でございます。あんまり意味ないですけど、ていうかあれですね、不正をしてるんじゃないかみたいな思われる方いると思うんですけど、前こういう企画をやって、まあ、しっかりとガチャを引いてるんですけど、とりあえずは今のが1月2日のまあ12日と、で前の試合がまあ大晦日ですね、2019年の12月31日の11時なんで、まあ、今のが本当に初戦だったっていう感じですね。じゃあ2試合目いきますか、お願いします。さあピッチャーによるぞ、吉川さんか。あ、しかも強いな、またお相手の方。さあまずはゼロでしっかりと抑えますか、いきましょう。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるか、配球も本当に気をつけていかないと。あ、ボールか。ゼロ点と1点は全然違うんだね、やっぱり。ゼロ点っておかしいな、0点か。よし、ワンアウト。バッターは2番に入っている。いや、本当スライダーが欲しかったな、有原投手。バッターを打ち取っています。先発ピッチャー有原、そしてキャッチャーは甲斐。オーゲイ、いいよ。割と緊張するな、ゆきちさんが一人いなくなっちゃうんだよね。あー、やばいやばいやばい。あー、どうだ。よし、お相手の方もですね、巨人純正ですね。はい、行きましょう。5点入れられるかな、まあ、普段結構コールドと強制はまあ割とバンバンするんですけど、よし、こういう時に限ってね、できないって可能性は全然あるので。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ初球は何か。おー、スライドが怖いな、食っちゃいそう。あとなんだっけ、フォークとチェンジアップだったっけ。なるほど、さあバッターは何を待っているか。さあノーアウトでどこまでいけるか。やべ、振り込まれた、落ちて落ちて、ナイス、3球目。待って、アウトにはならない。よしよしよし、ブネ、ストレスめっちゃ振り込まれました。先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。さあ来い。ゲッツーはね、マジできついですよ、ここは。うわ、落ちたな。よし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 、いい感じ、めっちゃいい感じ。危なかった今の、思わず振っちゃいました。やべえ、ツーシームか。うわやべえ、超もったいない。なおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで。まあ、ツーシームとフォークなんでね、見極めはそんなに難しくない。おお、ビビった。さあ満塁、一発出たらコールド、一発でコールドでございます。なおもチャンスで、まあ、みんなガチャもね見たいだろうけど、まあ、よかった。やべ、緊張してきた、本領発揮できなさそう、怖っ。よし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 、ゲッツーになった瞬間終わりか。うわっ、ワンボールツーストライクです。やべ、超緊張する。やった入ったコールドです。いや、でもすいません皆さん、やった。いや、危なかったな、マジで。まあ、ちゃんと今の試合が1月2日、2試合しかしてないんで、OK じゃないでしょうか。いやー、やばい。喉がガラガラになってきました。まあ、2020年のスタートとしては完璧なスタートだったんじゃないでしょうか。いやー、疲れた。めっちゃ緊張しました。はい、ということで、2020年もね、皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。